これから大切にしていこうと思います。選択しません。今年で12回目を迎えた三菱重工マラソン部と一緒に走ろう会。新型コロナの影響で待ちに待った3年ぶりの開催です。元日のニューイヤー駅伝27回目の出場が決まっている三菱重工マラソン部、地元のスターたちと触れ合える貴重な機会におよそ300人の小中学生が参加しました。メラハヤトです。メラメラ燃えて一緒に頑張っていきましょう。僕も中学校の時にこの、走ろう会に出させてもらって、自己ベストを出して、その後結構調子が良くなったので、皆さんも自己ベストを目指して頑張ってください。よろしくお願いします。一緒に走れるの、一緒に走れるの、水石子供たちは学年別、男女別に 800m から 3000m までのレースに出場し、各レース6位までに入ると景品がもらえるイベントです。三菱重工の選手たちは子どもたちのすぐ隣で伴走しサポートします。小学1、2年生女子 800m の部で快走を見せたのは長崎市の村松小2年、井口瀬良さん。見事優勝です。いつもより元気に走れたと思います。小学1、2年生男子 800m の部で優勝したのはこちらも村松小2年の江頭いつき君。選手たちのおかげで自己ベスト更新です。おめでとうございます。大会で初めて1が取れて嬉しかったです。悔しそうに表彰式を見つめていたのは2年生の永田良生君。陸上を始めたばかりでこの日初めて 800m を完走しましたが、残念ながら6位には入れませんでした。だって僕6位になりたかった。6問狙ってあげます。ねえ、でも両生が初めてね800走ったのよ。400万ですかしたことなくてね、すごかった。大きな腕振りで駆け抜けていたのは長崎市の桜町小3年、鷲尾康介君。憧れの選手たちと走り楽しい思い出になったようです。楽しかったです。三菱土工のひゃひゃひゃと一緒に走ったことが楽しかったです。大会で一番になる。丸まって。丸まって。いやいやいや、丸まっても書きやすいよ。レースの合間にはサイン会も開かれ、選手たちは子どもたちからのサイン攻めに遭っていました。ありがとうございますってもらえるとすごく嬉しいです。可愛いですみんな。はい、ありがとう。いずれこう長崎とか日本を背負って立つような選手が出てくれると嬉しいですね。嬉しかったです。大事に取っておきます。マラソン部と真剣勝負を行うコーナーでは、小学生ランナーたちが4人1チームのリレーで挑みました。マラソン部の選手が1人で 800m を走るのに対し、小学生は1人 200m ずつ4人でつなぎます。小学生女子の真剣勝負はチームワーク抜群の南部 AC が優勝。まさか1位だとは思わなかったので、ちょっと嬉しいです。すごく楽しかったです。いや、勝てたからだよ。あ、そうです。小学生男子のリレーでは、まさかの展開も。余裕の笑顔で先頭を走るのは、三菱重工1年目、今年の箱根駅伝にも出場した近藤亮太選手。レース途中まで1位でしたが、アンカーにバトンが渡ると、長与北小6年、古賀君に抜かれてしまいました。乾杯です。僕に勝ったほど誇りに思ってください。またこれからの活躍に期待してます。頑張ってください。プロ のマラソン選手を抜くことができて嬉しかったです。近藤選手に勝ったぞ。しゃー、開催できない
年が続いてようやくやっと開催ということで例年以上の盛り上がりを見せているのでとても楽しくやれています。元旦ではしっかりと優勝という目標に向かって皆さんが熱くなるような結果走りを見せていけたらと思っています。三菱重工マラソン部は来年元日のニューイヤー駅伝で悲願の初優勝を目指します。